はようございます、遠蔵です。今日は滝ヶ白公園また来ています。ちょっと今日はね、昨日台風ですごかったですけど、今日は頑張っていきたいと思います。今日はアクティブモードじゃなくてダイナミックでやってみようと思います。やっぱね、普通に歩きながら手軽に撮りたいですね、登山はね。ちょっとやってみます。登山中に一俳句。梅雨入り、一瞬の晴れ間、今チャンス、エヌゾです。五七五におそらくなってませんけど、五七五に収めるわけじゃないですよね。やっぱね、ちょっと台風の影響が今日もろに流れて、水が今流れてますね、途中から脱線し。さあ、不動の方に向かっていきます。おお、ホケ魚、今日はいい天気ですね。そうなるとやっぱ修行で、あそこにかというか不動の滝に、アドベンチャーの方に。あ、そう、不動岳着きました。この先はまっすぐと右があるんですけど、こっちが滝みたいなので今日はこっち行ってみます。ちょっと下って行きます。きっとね、こっち来たと思うかな。で、こっち右行ったら、なんか危ない道じゃなかったっけ。仙人は滝の跡。何道って書いてある、これ。左だな。よし。もうスマホすげー。いいよ。この後は滝を経由して、この仙人の休憩所まで行きます。めっちゃ水量アップしますね、これ。景色見て、おー、綺麗。さあ、鳴らすとこ。いつも分からんけど、どうやって鳴らす？仙人はね、ドローンのとこから右手が正解でした。左は先に進むコースでした。この階段のね、さらに上がきついんですよ。とっても偉いな、これ。日々ね、訓練ですね。
練習。じゃあこの後ね、最後の笠ヶ岳行ってきます。さあ直登りコース、直で登ります。よいしょ、よいしょ、はあ、着きました。ズームなったし、着きました。はい、右、めっちゃ右。おお、木が伸びててね、エビデスの中に。